ケンちゃんどこ行ったケンちゃん見てくれた、まだ残ってるのかけど見たの待ってくれご来園中のお客様にお願い申し上げます。京都市動物園ではゴミ箱を設置しておりません。ゴミは各自でお持ち帰りいただきますようお願いします。皆様のご理解ご協力をお願いいたします。ね、お兄ちゃんの源太郎くんです。すごい、お兄ちゃんの源太郎くんが何をしているんだろうって話をしていると思います。実は源太郎くんが生まれた時にお母さんのおっぱいがあまり出なくて、10ヶ月半だけ人が育てて、でお母さんに帰り戻しています。まあ、そのせいもあってね、人は基本的に大好きなんです。で、何か怪しいことがあると、チェックをします。いますか。ちょっと言うかしんで、でこのゴリラ社なんですけれども、実はですね、このゴリラ社も、動物たちを幸せにするための工夫がいろいろあります。まあ、動物福祉といって、飼育している動物を、幸せにというと非常に関連的には聞こえるんですけれども、よりよく暮らしてもらうために、いろんなことに取り組んでいます。でまず一つはその社会性のある動物なので、まあ、本当は一頭のオスと複数のメスで群れを作るんですけれども、まあ、少なくとも、ファミリーで暮らしてもらおうというのが、というわけで欧米の研究者もそうですし、今京都市動物園の、名誉園長をしてくださっている山際さんも、ゴリラの研究のスタートはやはりマウンテンゴリラです。でマウンテンゴリラは標高の高いところに暮らしているので、まあ、木にですね、フルーツが実らない、森です。ですから、そのフルーツが実らないので皆さん木に登らずにというか、地面の草を食べて生きています。そういう観察からそのチンパンジーは木の上で暮らしているけれども、ゴリラたちは地面で暮らしているということで、それに合わせて、建物が設計されていました。つまり登るところがなかったです。2000年に入る手前ぐらいから、ガボンとかコンゴといったその今本当の、まあ、動物園で飼育している
ニシゴリラを飼育している、森の中に研究者たちが入って観察を、始めたところですね、彼らは、まあ、熱帯雨林ですから木にフルーツがいっぱいになります。それを食べに、ね、木の上に上がるわけです。だいたい1日のうちの2割から3割ぐらいは樹上で暮らしていることが分かっています。で、実はうちの飼育の担当もいまして、彼らの生活を観察する機会をもらいました。でその時に、木に登っているゴリラを見て、そのイメージを設計に反映させたのがこの建物です。まあ、実際にその高い木が植わっているわけではありませんけれども、木と同じように登れる柱が何本も入っていて、それをつなぐ針があって、樹上を移動しているような同じような行動が取れるようにすられています。でお昼ご飯はもうとても気持ちが強いです。でお兄ちゃんより打たれ強いような気がします。生まれた時からライバルいますよね。時短らしい感じがしますね。はいはい、ありがとうございます。はい、カットします。カットですね。見て。